福岡医療福祉大学は福岡県太宰府市五条三丁目十の十2本部を置いていた日本の私立大学である。2002年に設置され、2017年に廃止された。2011年、学生募集停止、2014年に廃校。その後、跡地跡地、建物は同じ続き学園グループの日本経済大学が使用している。 運営は続き学園グループ参加の学校法人、続き俊秀学園。通学生と通信制からなっていた。西鉄2日、市駅、または西鉄五条駅から徒歩で約10分の場所に位置していた。キャンパスは日本経済大学と福岡子ども短期大学に隣接しており、近くには地域に開放されたイングリッシュガーデンがあった。学内には、 福祉の木と呼ばれる場所があり、見学前から大切にされていた。この場所は学生にとって授業の合間のくつろぎの場でもあった。福岡医療福祉大学の寮はオックスフォードハウスとケンブリッジハウスがあった。日本経済大学と福岡子ども短期大学と共同利用となっていた。オックスフォードハウスにはプールが備わっていた。ありがとうございます。